い届いたんでしょ。おもろいよね、本当におもろい。すごいと、すごい当選したんじゃない、みんな最高じゃん。超面白いじゃん。いや、なんかポキの呪いなのかなみたいな。これさ、多分さ、申し込んだ部数によってもさ違うんだろうね。こう全部1から9まで全部申し込んでくれた人は多分それ倍、超面白い。ありがとうございます、皆さん当たったんだね、みんな。そう、ポキの圧を感じるよね。ユーもそう思う。なんか私の時にばっかりそういうさことが起きるってさ、本当にポキの圧だなって思うんだよね。五分だけ落選。え、落選出るんだ。ありがとうございます、そんな申し込んでくれて。何人かはいるんだね。あ、そのお知らせメールも本当に何部が当たってるかが分からない。全落？え、なわけないよね、本当に。そんなことある？それはないと。申し込んでない、もしかして。そういう意味の。お知らせメールには何部に当たってるか。あ、なるほどね。2つの部申し込んだけど両方落選。え？え？マジ？偏るのかな、そんな。この方はこの部しか落ちてなくて、この方は全部落ちるなんてことあるのか。そうなのか。皆さんありがとうございます。だから7月21、ちょっと待って、自分で把握してない、やばい、それはやばい。何日？7月の何日？ガッタファンの方。7月21、そのね、それってまだ受付してるの？
あ、まだ始まってないのか。おお、そうなのか。じゃあそっちでお話できると嬉しいな。そっちは何番あるかねえ、どうなんだろうか。それもちょっと私にも分かりません。お誕生日ありがとう。マイページを見るといいらしい。ありがとうございます。この勢いなら古袋いやない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 。60秒って何話そう。任せてよ。どうでもいい話するの大得意私。30秒って一瞬だと思う。私は一瞬だと思うよ。15秒なんてマジで自己紹介して終わりなんもん。カジサックの話、あ、いや話そう話そう。乃木坂の話絶対楽しい、絶対楽しい。こちら届いたよ。ありがとう。まさかの特賞。15秒はガハハってお笑いでおしまいになって、よくわかってるね。そうなんですよ。これいつも いつもこのテロップになっちゃう。投資メールが4000、うわ4000ついた。高坂まりのさん知ってますよ。なんか話したいことがある人はピースで入ってきてね。毎日配信630、ウェイ、ありがとうございます。あと10日、あと10日のうちに1回休まないと。違うの、640でもう1枚チケットが来るから。あと10日のうちに1回休まないと。休むし、休むし。旅行はいけないけど多分。何日に休む。あとだから10日でしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 29日までに1回休めばいいから、27あたりに休もうかな。27に休んで28両席期間いらないんだ。
28に休もうかな。いやでもな、28って次の日おしゃべり会だからちょっとしゃべりたいしな。27かな。誕生日いない？ 27 把握してる限り27はそう25だと思ってた。27は生誕祭だった。あー危ない、危ない。ちょっと待って、25だと思ってたんよ、今の27の方の誕生日がね。だから24、25に、あ、26にしよっかな。どれがどこが一番効率、25にしようかな。ちょっと決まっといたけど、25かな。25は誕生日いない？ 23 いや、嫌なの。いや違うんだよ、なんか20、22、23って公演終わってこう帰ってくるから、メイクもヘアセットも全部できた状態で帰ってくるわけじゃないですか。超綺麗な状態で配信できるってそんなことないし、しかも23日って日野さんの生誕祭でしょ。もしかしたらいつもと違う髪型してるかもしれないんだよ。どう？それでも23日休めって言うなら、うん、23日にとか。いや無理、日野さんの生誕祭終わりで絶対多分配信しちゃう。25かな。25にお休みいただきましょうかしら。え、待って待って、いらっしゃるんだって25日。あ、だからか、ほらいた、25日だと思ったんよ。いると思ったん。25日、絶対誰かがな誕生日って言ってたような気がするもん。え、待って待って、じゃあ26で。
そうなんだよ、6月後半から7月にかけてすごい誕生日いるからここのルーム。26にしようかな。なんか皆さんってさ、何時だったら見れるのって。配信を。そうだよね、これぐらいだよね。 OK。 いや、なんかリハーサルとか何かのお仕事の時に外に出るってなった時にそのままご飯食べて帰ってきたりとか、友達とどうせ外に出るから友達と会いたいとかあるけど、それを夜、夕方でもいいのか夜じゃないといけないのか、はたまた午前にやって夜やらないっていう配信にしてもいいのか聞きたかっただけ。だけどみんなが夜がいいって言うから23時にするけど、大体。とりあえず明日はイベント最終日だけど何時からやる？19時半から8時ね。どうしたらいいだっけ。これね、あのね、21時59分までなんだって、このキャンペーン。そう、あのてっぺんじゃないから、10時に終わるぐらいの感じで。ね、本当にありがとうみんな。
違うの違うの、てっぺんまでやらないもん。イベントしキャンペーン終了してちょっとやって19時かな、19時にするか、早い。明日長めに、そうだよね。だからこう逃げ切る形がいいと思うんだよね。明日公演、あ、そうだよね。やっぱ19時だな。19時にしますね。しっかりと。昼間空いてなら昼間、え、お昼もやった方がいいのか。え、あのさ、無料のさ、ショーゴールドってさ、3時でリセットされるの？15時でリセットされちゃう？じゃあ別に、まあ確かにね、少しで今やった方が、確かにね、どうしようか。溜まってくのか。一日終わるまで、ああ確かに、ね、だから14時半、14時半から15時と19時半から22時とかにしたらいいのか。別に3時間っていう決まりはないんですけどね。なんかイベントみたいに3時間で考えちゃってるけど、別に3時間っていうくくりはないんですけど、あ、分かった分かった分かった、14時45分から15時15分にしたらいいね。12時間配信すれば、とかやば、暇やん、悲しいよ、とっても悲しい。めっちゃ暇。無理だよ、12時間は。
明日はでもやりたいことがあるから、そうだよ、私あのアイドルだからお花摘みに行かないといけないから。最長何時間？7時間とかかな。7、8時間やったよね多分。お礼配信の時とか。連続ではなかったはず。多分メイクして夜お礼配信してカラオケしてみたいにやって7時間ぐらいやったんよね。公演 MC では思いっきり、うん、トイレ行ってくるっつって。アイドルはトイレ行かないのように笑ったね、ちょっとね、あ、ハッとさせられましたね。そうじゃん、私アイドルじゃんって、そういう感じで。で時間は14時45分から15時15分、19時半から22時、でもその後もあのワーキャーやるんですけど、まあまあ人間ですからね、お花摘みくらい行きますよね。ワーキャー言いましょうね。お風呂入ることはお風呂入っている、入る、お風呂入る。今日は湯船はめんどくさかったのでシャワーだけにしましたとかガンガン言っちゃったよ私。もう私はね、そういうのは言っちゃうからね。ね、聞いてほしい。あのさ、この間さ、インスタライブをした後だったかに、ここに台があるんです、結構重い台があって、その上に三脚を立てて配信してるんですけど、こうやってもうずっと
なんて言ったらいいの、湯気棒に腰をかけて足を床につけた状態で配信してるんですね。そしたらなんか1時間ぐらいインスタライブやったら汗かいちゃって汗かいちゃって、よしインスタライブ終わったぞ、エッサ終わるまでちょっとゆっくりしようって思ってリビングに行こうと思って立ったの、こうやって。そしたらザーンって滑ってこの台に、台の下にガーンって両足ぶつけて、すねに左右対称のあざがこう線でできちゃう。痛かった、すごく痛かった。次の公演見てみて、青あざがさ左右も左も見えんってな。勘弁して。超痛かったんだけど。でもね、今丸いかも、今は丸い、結構青い、すね、すねのあたり、そうです。で、一人でお部屋でギャー痛いって言ってたら、リビングでママとアンナにうるさいねって言われてて、まだ残ってる青い。めっちゃ痛かった。そうなんだよ、叫びが日常すぎて全然心配、そうなの、一人でわー、あと 2,3 日でな、あ、そうだね、確かに治っちゃうかもしれない、もしかしたら。そんなことあるっていうぐらい、今見せて。もうじゃあもう一度ぶつけてよ。そんなひどい。
首はだいぶ良くなった。今日行ってきました。見える？これこれとこれまた張ってる。これ見て、ほら見て、針張ってる、見て。リハーサルで転んであざできて、あざはできてない。もう足くじいて捻挫した。彼女風な写真好きです、ありがとうございます。へへ。めっちゃ痛かったんだよ、リハでさ。リバイバル公演の時にリハで転んで、しかも2回ぐらい転んだんだよね。よく公園でもうなんか足をベターンって地面にくっつけてだからね、踊りは重いんだよ私。転ばないように意識をし、あれもやばな、何がやばかったリバイバル公演の最初の靴、厚底の黒い靴がまずやばい。あとラスベガスのサンダルもやばくて、もうベタンリバイバルはまあひどかった。でもなんかその公園であんな高いヒールとか厚底で踊ったり走ったり してるから、プライベートでヒールが履けるようになりました。びっくり。チコちゃんの被り物見たことありますよ、たい焼き。公園で靴飛ばした、公園で靴が飛ばしたことはないんだけど、コンサートで靴飛ばした、リハーサルだけど。
か。え、今たい焼きしてるの？最高。今チコちゃんたい焼きになってる。面白すぎる。ギター？ギター弾けるの？ギター弾けるんだっけ？ほんと多彩すぎてさ、もうなんかすごすぎ。カニかぶっとく。よく覚えてる。ポキちゃんエレクトーンできるよ。そうなの、習ってたことある。でも今はできない。近そうでまた遠い。あ、そうです。ちょっと今日歌いたくなっちゃって。こんばんは。今口ずさんだ。そうだよ、ハマってるというか好きで聞いてた。今日はカラオケで歌った。お家のカラオケ。あの TikTok でね、ドリカムさんのライブの映像が流れてきて、その煽り方がすごく楽しくて、なんだっけ、最初に間に合ったうちちょい前にちょっと着くよ、あ、パパが公園の太陽のと久々見たいなみたいな感じで、メロディーじゃなくて普通に煽りみたいな。明日さんたまにはいいじゃん、そうやなって行くの、行かないのみたいな、もうやばいみたいな、上がるってなって。でサビの最初のファンのここに来てたってのところをファンの方に歌ってもらって、大阪弁は上手になれへんしって歌ってみたいな、楽しい何してたってって歌ってもらってみたいなやつを見て、最高って。チコちゃんコラボしたい。え、それはさ、いつの話？え、めっちゃコラボしたいんですけど、見ていいかな、チコちゃんの配信。
つぶ読めだってテロップがさ変なアイドルじゃないよって書いてある。いやもういつも変だなってさえ自分で言っててさ超面白い。つつつって言ってるカニかぶるか。ちょっと待ってて。よっしゃ。もう。そして私はこれ。イエーイ。こんばんは。変なアイドルだよね。これも変なアイドルだと思う。本当にそう思う。でもしょうがない、チコちゃんがこれやってるから。でもちょっと目隠したいよやっぱ私は。これだとさ、あの透明ちょっと目見えんのが恥ずかしい。サングラスなかった。変なサングラス私持ってなかった。このさ半透明のやつしかない。え、恥ずかしいとかないけど、あ、チコちゃん、やっはもうなんで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 こうなっちゃうの。
るんだった、やばい。ちょっと待ってなさい、待ってなさい、私、あーカニかぶってんだった、私危ない、ちょっと待ってて、はっ、なんか眩しいな、よし、引けません。じゃあ適当に、角田浜の夏海水浴し、シュンシュン、どこ、どこ押さえればいいの、どこ押さえたらできる、ここのどこ、
どこ押さえたらいいの？できる人いない？ギター。きっとさ手大きくなったからさできると思うんだよ私。これコードわかんないんで、どこからどこ押さえたらいいですか？チューニングもままならないというか、これできてない多分。これとこれとこれでいい？こうでいい？こうやったらコード？五弦五度あっててカタ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 。一番上の弦と一つ開けて二番目こうってこと。ちょっとトゥ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 。あ、そうじゃん。みんなさ、ロックのピックがあるからさ、みんなロックの、ロックブロックのさ、ピック、あの、あれで、こうやって。楽しい。これ弾けないんだけどさ、難しいねーギターって。私まだねロックブロックでね投げてないんですよピック、ピックを。だからいつかみんなにポキのサイン入り。顎が痛くなってきましたね。ここでキュッとなってて。なんでカニ、カニが好きだからです。ちなみにこれ2個あります。これ2個持ってる。いらん、そんなに。絶対いらないですけど。22、23どこかで投げるか。投げるかもしれないよ。みんなは分かんないけど、そんなんその時になってみないと。
生まれ変わっ、弾き語りはできないから一旦ちょっと待って、カラオケでだったらちょっと、あお、一旦ちょっとねギターを置かせてもらって、で窓を閉めます、すいません、いつもいつも、近所の人とこれで目が合ったら最悪だよ、やばい、木本さん家の娘さんやばいってなるからね、危ない人だと。あ、聞こえない、これは多分、チコちゃん選抜の曲だから絶対それだから、アルバムのリード曲も、何も聞こえない、黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる、大人になれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け入れられないんだ、目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい、あれでよかったのか、
が誰もみんな人生後悔だらけ。なんかさ、これさ、カニ取ったらここに線できそう。ここにビビビビって線できそう。寝てたみたいな跡できそう。ちょっと見たいじゃん、見たいよね。え、おめら、俺もってコメントしたよ。当たり前、当たり前。アイドルでーすっていう。面白すぎる。アイドルでーす。
すごい。もう素敵、大好き、会いたい。ポキ怖いわな。ちょっと普通にファンみたいになっちゃってるから、それではね、いや、ライバルなんで、すいません、それではやばいですけど壇上を読みます。やばすぎる。13位カジュポンさん、ありがとうございます。12位ヒロイチさん、ありがとうございます。11位マニョさん、ありがとうございます。10位トマオさん、ありがとうございます。9位ゴンちゃんさん、ありがとうございます。8位キットモエラインサンさん、ありがとうございます。7位マユちゃん、ありがとうございます。6位スキャットさん、ありがとうございます。5位アベベポキさん、ありがとうございます。4位ミミレパパ、ありがとうございます。3位ハマッピさん、ありがとうございます。2位マコイモさん、ありがとうございます。1位片山さん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。意外と大丈夫なんじゃない。みんなたい焼きたくさんありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ありがとう。また明日ね。バイバイ、ごきげんよう。バイバーイ。